ることのない戦い。たまに戦力が集まったらぶつかり消耗するだけのただ長い戦い。戦う理由は神を倒し世界を調律者なき状態へ戻すこと。管理されることを嫌悪するからこそ牙を剥いて自由を勝ち取ろうとした。最初はドラゴンも一丸になっていた。だが次第に寝返り神に組みする者や戦いを見限りどこにも属さぬ者も現れ始めた。今は調和勢や傍観勢と呼ばれているようだが、そして引っ張られるように我々もまた混沌勢と呼ばれた。世界を混乱に陥れようとする者たち。数百年戦っては数百年戦力が整うのを待ち、そんな状態が続く中子が生まれた。名はトール。名の由来はこちらの世界の作家だ。私たちの世界の人間がトールの名前の由来だったんですか？いかにも。そしてこの男は遥か昔にその書物の内容を未来史し我々の世界で売りさばいていた。いわば盗作作家だ。作家の死後時間が経てば著作権は消えるだろう。そもそも本が書かれる前ならよその世界で出しても問題なしさ。研究費がないと生きていけないしね。専務。人間。当時は何とも思っていない存在だった。ただ時々面白いことをしたり面白いものを作ったりする。認識としてはその程度だ。奴らの中にも神を崇める者もいるが、敵対勢力としてはドラゴンと比ぶべくもない。だから捨て置いていたのだが、人間どもと調和勢が結託すると話は別となった。混沌勢の中では人間は害悪で滅ぼすべきと不意打ちをされ始めた。お父さん、お父さん、人間とはどんな存在なのですか？害悪でしかない。滅ぼすべき者たちだ。勢力に迎合しなければトールは迫害されると思った。トールには生まれた時からドラゴンの枠組みに加え私の娘であることも背負わせている気がした。これは良くないことだとそう思う自分も人間に感化されているのではないか。そこでトールは自由に行動させることにした。いろんな場所へ行き、いろんなものに触れ、自分の考えを持ってほしかった。トールは興味あるものを偏見なく学び取っていった。混沌勢の人間への蔑みにもそのうち疑問を持つだろうと思った。だが、トールは暴走した。暴走？単独で神の陣営に突っ込んだのだ。そして深手を負いこの世界へ落ち延びた。栄光か。やっぱ天才だなおめえは。いろんなところへ行ってみろとあんたの親父様は言ってたぜ。終焉帝は娘を傍観勢にでもしたいのかね。こうして私は旅に出ました。人間はどこにでもいました。人って愚かだ。今日も戦っている。領土とか権力とかそんな理由でいつも戦っている。いろいろ面白いもの作るんだけどな。ドラゴンからの印象はそんなものでした。トール様。トールド。どう？もういい。しかしカンナとやら人に化ける魔法をどう使う？
人の手なら細かいことたくさんできる。いたずら。先代のカンナカムイか。いたずらってどんな？虫集めてびっくり。幼稚ですね。困ってほしいもん。戦いの準備で余裕がなかったのでしょう。ぶつかり合いは数百年に一度あるかないかなのに。戦いは嫌だよね。ケサルクワトルは臆病者だ。強いくせに戦いに参加しない。戦いは嫌いだよ。傍から見ててなんて不毛なんだろうって。トール君さ、混沌勢なんてやめちゃったら。私は混沌勢の代表格、修炎帝の娘です。娘が逃げるようでは父の立場も悪くなる。くだらんな。自分の生きたいように生きられぬようでは、ドラゴン失格だ。枠組みに勝手に入れられるのも迷惑だ。そういうものか。お前はドラゴンのくせに自分勝手に生きなさすぎる。やりたいことに立ちはだかる者は全て殺す、たとえ親だ。それがドラゴンだ。極端。トール、お前とはもうやっていけない。お別れだ。ああ、枠組みか。確かにお前の言うことも一理あるし、私も利用されていたかもしれない。だが私はそれを愚かと思わない。祈りとは尊いものだ。だからこそ人を助けると気分が良かった。腹も膨れたしな。トール、お前が自らの意志で私と行動してくれたこと、嬉しかったよ。私は何も選べない。そうか、私嫌なんだ。不自由が。混沌勢だの調和勢だので戦いなんてしたくない。私の意志じゃない。喧嘩する程度の仲間心地よかった。お父さんは尊敬してるけど、修炎帝の娘なんてしがらみ邪魔だ。自由に生きたい。一人になりたい。私はドラゴン。それは戦って掴み取ろう。勢力なんて関係ない。私一人の戦いだ。こいつらを全滅させて、ドラゴンのしがらみも全部壊して、自由になって、それから、それから。何もありませんでした。一人になった途端、したいことのない自分がいました。一人って、自由って、結構怖かったんだ。そんな感じです。小林さんは自由を怖がる私の手をそっと引いてくれたんです。そっか、やりたいこともなく上京した。